ワルプルギスの魔法スカーレットダイスサバトでもモンスター化したマナを止めることはできなかった。しかし蓮たちはミロキの作り出した祭壇の中にマナの本体が存在していることを突き止める。蓮と龍馬はワルプルギスに託された思いとともに祭壇へと進む。はい、ということで、うん、前回ねマナアニマ、はい、ついに戦いましたね。戦いましたね。はい、でね予告では、うん、もうワルプルギスの、はい、スカーレットなんとかなんとかがねはいはいはい、通じなかったんですよ、はい、はい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 、中にあれが入ってますもんね。そうなんですよ。で、まあ、うん、これからね、レンと龍馬で戦う、うん、なるほど。まあ、龍馬も貫通タイプなんでね、いけるんじゃないですかね。あ、貫通タイプだからあの中に入る、そう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 、あの祭壇の中に入れるってことですね。そうそうそう、ワルプルギスも貫通タイプなんでいけそうですよね。貫通タイプだったら何でもいける。わかんないじゃん、あんなの。あんな守られてるんだから、まあ、そうですね、守る、わかんないですね、はい、はい、ということでね、気になるね、第7話、うん、ぜひお楽しみに。楽しみに。はい、バイバーイ。